週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、ピュアアイナイン。このピュアI9なんですけどもね、見た目はパナソニックのねルーロに似てるんですね。いわゆるあのおにぎり型というやつですね、はい、このボディにカメラセンサーと2つのレーザーセンサーが載っていてね、部屋の壁とか家具の形とかをね、この3次元データとして捉えるんですね、はい、これによって何が起こるかというと、床に置いた衣類だとか家電製品の電源コードね、こういったものの背の低い物体も避けて掃除することができるということなんですね。さらにですね、うん、2.2 センチまでの段差を乗り越えることができるということで、はいはい、厚手の玄関マットとかでもちゃんとこう、うん、乗り越えて掃除してくれるんですね、うんうん、まあ、要するに段差を認識しますので、うん、これ何が起きるかっていうと、うん、家の2階とかで使ってる時に、うん、ロボット掃除機が階段からガーンと落っこっちゃうみたいなことがないということなんですね。あの囚人容量がね 0.7 リットルと、まあ、ライバル機種の、ね、2倍以上あって業界最大クラスになってくるんですね、うん、バッテリーの駆動時間は40分ということで、まあ、若干短めなんですけれども、充電台に戻って充電した後に掃除を再開することもできます。そうですね、はい、で、あのもちろんスマホからの遠隔操作にも対応しています、うん、はい、まあ、なので外出先からお掃除を始めたりですとか、うんうん、曜日ごとのお掃除のスケジュールといったものを設定することができるんだそうです、はい、でお値段がですね、うん、税別13万円前後と、うんうん、まあ、あの最初の初代モデルに比べれば随分お安いんですが、うん、まあ、今のロボット掃除機として見たらかなり高めなんですね。ただこの障害物を避ける性能って実は実生活上かなり重要だと思うので、ね、はい、その意味では要チェックの一品と言えそうです。はい、